誰もが日本一と認める調教師か、いつだって明るい笑顔で馬と向き合います。5月27日時点で通算1535勝、最多勝14回、 G133 勝、偉大な数字を残す藤沢和夫調教師。これまで大気シャトル、シンボリクリスエース、バブルガムフェロー、レイデオロ、グランオリグリアなど数々の名馬を手掛ける藤沢和夫調教師には開業当初から貫く信念があります。一勝より一勝、近年では馬優先主義という言葉でも知られるこの考え方、藤沢和夫調教師はこういった考え方を日本に普及した先駆者でもあります。最大限に馬の気持ちに寄り添った調教方法、馬に余裕を持って走らせる馬なり調教や、ひたすら歩き筋力を鍛える波足調教は当時の日本では受け入れられず、競馬を舐めている、そんなのでは勝てない、そう言われました。また藤沢和夫調教師はレースを制した後の口撮り写真で必ず騎手を馬から下ろすことで知られています。1万分の1でも馬体に支障が出る可能性があるからそれを排除する、これが彼のスタイル。レースを走り消耗した馬への配慮から来ています。今回はそんな日本競馬の新たな常識を作った藤沢和夫調教師の物語、独自のスタイルが生まれた背景や、開業前に出会った名馬たち、そして調教師として手掛けた数々の名馬たちの勇姿を見てみましょう。皆さんこんにちは、馬込です。今日は藤沢和夫調教師のこれまでの道のりについての徹底解説をしていきたいと思います。馬込の競馬チャンネルではこのような名馬の分析、徹底解説など競馬好きにはたまらないコンテンツを毎週金曜日と日曜日の18時に配信していくので、動画を楽しんでいただいている方はチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。これが藤沢和夫調教師の物語です。では参りましょう。開業前、日本を代表する調教師になる藤沢和夫さんは競馬関係者の家庭に生まれたわけではありません。父は伐採された木を運ぶ仕事をしていたため、手伝いで馬を扱うことはあっても、それは農耕馬でした。大学在学時は教師になるつもりでした。しかし教師への適性に疑問を抱き、父の友人である田中義熊さんが夫婦2人で経営する小牧場、青蘭牧場の馬さんの手伝いを始めます。当初はこの仕事を夢が見つかるまでバイトがてら、そう考えていました。そんな藤沢和夫さんですが、馬長の田中義熊さんの一言で大きく人生が動き始めました。藤沢くん、外国へ行ってみないか、外国の馬は素晴らしい。英語も話せない状態でイギリスへ渡った藤沢和夫さんは、知り合いのつてをたどり、当時名門厩舎だったプリチャード・ゴードン厩舎で厩務員として働きます。サラブレッドに乗ったことさえなかったものの、4年間勤める中で本場イギリスでの馬との接し方、育て方を学び、ついにはイギリスで調教師になると誘われるまでになりました。ここでの4年間が調教師藤沢和夫の核となりました。ただここでの一番の収穫は専門的な技術などではありませんでした。藤沢さんはイギリス留学で一番の収穫をこう語っています。イギリスのホースマンはみんな陽気でした。1日24時間夢の中まで平気で馬のことを考えている。彼らの育てる馬もみんな元気でした。それをこの目で見れたのが一番の収穫です。帰国した藤沢さんは美穂で菊池和夫厩舎の調教助手になりました。しかし当時の日本で行われていた馬の調教は、藤沢さんがイギリスで見てきたものと大きく離れているものでした。厩舎周辺では馬に対する怒号が響き、ストレスで海馬を残す馬が多く、馬は痩せていた。当時見た光景をこう語っています。敏感な馬の精神状態が保たれる場所とは到底言えないものでした。これをきっかけに藤沢和夫調教師は、何としても本場イギリスで学んだものを日本で自分が実践する、そう決意しました。そんな時、所属する厩舎の菊池調教師が亡くなったため厩舎が解散、行く手が決まっていなかった藤沢さんに声をかけたのは野平雄二調教師。野平厩舎で調教助手として働く中、皇帝シンボリルドルフ、そしてその鞍上を務めた岡部幸男騎手と出会います。ご存知の通り、シンボリルドルフは史上最強と謳われた馬、無敗の三冠を含む G17 勝と日本競馬を新たな時代へ押し上げました。岡部幸男騎手もまた当時日本のトップを走っていました。岡部騎手と藤沢さんは馬を人間と対等に扱うという考えで共通していました。岡部騎手も外国への遠征で現地の人と馬の関係に感銘を受けた経験を持っていたからです。そうしたつながりもあり、藤沢厩舎開業後は主戦騎手を岡部騎手が務めました。開業、今や日本一のトレーナーである藤沢和夫調教師、
ただそんな人でさえ調教師試験に合格したのは5度目の挑戦だといいます。念願だった調教師の資格を取ると1988年独立して藤沢和夫厩舎を開業しました。藤沢調教師は開業年から独自のやり方を率先して取り入れました。最も代表的な例が馬乗り波足での調教です。日本では調教でも全力で走らせます。しかし藤沢調教師はそれを否定。むやみにストレスをかけては馬が走ることを嫌い、結果的に走らなくなってしまうという考えでした。また集団で走らせ調教するというのもルールでした。本来群れで行動する馬の習性に従い、馬に規律を教え込むことができるからです。群れには年長のリーダーとなる馬を置き、年上の強い馬を格下の馬も真似ることで競走馬としての基礎を鍛えることができます。当時日本の馬が弱いのは血統や馬が育つ土地のせいと言われていました。しかし藤沢和夫調教師はより根本的な日本のホースマンは馬に向き合う時間が圧倒的に少なく、精神面で馬と向き合えていないと考えたのです。そんな藤沢和夫調教師は次々と新しい試みに出ます。ブラッシングの際のブラシの当て方、馬が歩く際の引き方、使用する馬具、装着方法、寝わらや飼い場、飲ませる水などほとんど全てのものを改めました。そんな近代的な藤沢厩舎は初年度こそ8勝に終わりますが、着実に勝利を重ね、2年目には15勝、3年目は22勝、4年目は36勝にまで急成長。4年目は全国リーディングで6位の成績を残します。当初3頭しかいなかった馬も徐々に有力馬の依頼が入ってくるようになり、5年目となる1992年には1頭の有力馬が入厩しました。ヤマト魂です。ヤマト魂は父が三冠馬シンボリルドルフ、シンボリルドルフ3区の中でも期待の1頭とされ、この年藤沢調教師が期待を寄せていたサラブレッド、デビュー戦は後方から足を伸ばし2着と3馬身差の圧勝でした。藤沢調教師はこれなら皐月賞やダービーもいける、そう話しました。新馬戦を勝利したヤマト魂は5ヶ月後のダービーへ出走させよう、そう決意した藤沢調教師はピッチを上げました。しかしここで大きな事態へとつながってしまいます。望んだ2戦目の条件戦、ピッチを上げた調教が影響したのか、ヤマト魂の体は4コーナーで故障を発生、競争を中止しゴールすることはありませんでした。この年のダービーを制したのはウイニングチケット。成田大臣やビア早秀との対決で大いに盛り上がる中、ヤマト魂は安楽死処分となりこの世を去りました。 G1 を勝てる、その期待から出た焦りがヤマト魂の体には負担になっていたこと、それを後から気づきました。調教師ならば競馬を待っているファン、預けてくれる馬主の期待に応えたい。ただそのためになら彼は犠牲になってよかったのか。開業5年目となったこの年、辛いこともありましたが嬉しい勝利もありました。新興ラブリー、ヤマト魂と同年に入厩したもう1頭の有力馬でした。 G1 阪神3歳牝馬ステークスで3着に健闘したこの馬は4歳でニュージーランドトロフィー4歳ステークスへ出走、藤沢厩舎へ初めての重賞タイトルをプレゼントしました。新興ラブリーは外国産馬だったため当時クラシックレースは出走できませんでした。ただラジオ短波賞、クイーンステークスと重賞3連勝を決めると、同年の11月のマイルチャンピオンシップで2着、翌年の安田記念で3着と好走、そしてとうとう初 G1 制覇の瞬間が訪れました。岡部幸男騎手が鞍上の新興ラブリーは雨の中マイルチャンピオンシップを快勝、 G1 4度目の挑戦で初勝利となりました。そして藤沢厩舎は開業6年目の1993年、44勝の勝利を挙げ、初めて全国リーディングで1位を獲得しました。当初独自のスタイルで調教を進めた時はそんなやり方では勝てない、競馬を舐めているとまで言われたものの、6年後にはそのスタイルが間違っていないことが証明されていました。そして藤沢調教師のもとには数々の有力馬が殺到、バブルガムフェローや待機ブリザード、待機シャトル、まさに日本競馬のトップで活躍する馬を手掛け続けます。バブルガムフェローはサンデーサイレンスの2年度目の3区最有力に見られ、朝日杯を制覇、クラシックこそ怪我で出走が叶わなかったものの、同年の秋に天皇賞秋へ出走します。サクラローレル、マーベラスサンデー、マヤのトップガン、年上の有力馬が相手でした。先頭は加熱、先頭は加熱、そして恋帽子、恋帽子、一気にバブルガムフェローか、バブルガムフェローも来ている、外からマヤのトップガンだ、マヤのトップガンが来た、マーベラスサンデーも来た、マーベラスサンデーも来た、さらにさらにマーベラスサンデーも外から来ている、内から内からバブル、内からバブル、バブルだ、バブルだ、バブルガムフェローだ。現3歳馬が天皇賞秋を勝利するのは史上初めての出来事でした。待機ブリザードはアメリカ遠征など国内にとどまらず数々の挑戦を繰り返し、 G1 7度目の挑戦で念願の初勝利を手にします。
400をすでに通過、ジェニーン前は4頭が並んでいる、外へ持ち出した、タイキブリザード現在5番手の位置、しかし先頭はマサラッキだ、マサラッキ、ジェニーン200を通過、そしてスピードワールド、タイキブリザードが突っ込んできた、さあ今度はタイキブリザード、スピードワールド、ジェニーンか、しかしタイキブリザード先頭ゴールイン。そして何といっても史上最強の短距離が大気シャトル、現3歳でスプリンターズステークスとマイルチャンピオンシップを制覇、翌年は大雨の中での戦いとなった安田記念と多くの名シーンを演出します。そして最強を見せつけた大気シャトル、フランスへ挑戦しました。この年引退した大気シャトルは通算で G1 5勝、1998年には年度代表馬に選出されると、翌年99年には一握りの馬しか選ばれることはない懸賞馬に選出され、正真正銘の名馬となりました。この頃には藤沢厩舎は誰もが認める日本一のトレーナーになっていました。1995年から1999年まで5年連続でリーディングを獲得、ただこの記録は途絶えることなく2000年以降も継続されます。2000年代、藤沢厩舎を代表する名馬シンボリクリスエス、藤沢和夫厩舎が当時獲得していなかったクラシックへ最も近づいた1頭でした。青馬賞を制したシンボリクリスエスはダービーへ挑戦、惜しくも谷のギムレットの2着に敗れるも秋から本格化、バブルガムフェロー同様に3歳で小馬路線へ進みました。先頭はこれテイエムオーシャンか、テイエムオーシャン先頭か、ブレイクタイムを頑張っている、それにその外を通りまして3枚ペガサス、大外成田トップの後ろに帽子が上がってくる、駆け上がってくるか、シンボディクリスエス抜け出している、シンボディクリスエス、シンボディが繋いだ、シンボディ、そして成田が1着に上がった。3歳で天皇賞秋を制したシンボリクリスエス、藤沢厩舎の主戦である岡部幸男騎手は50代での G1 勝利、そして現役最後となる G1 勝利でした。その後オリビエ・ペリア騎手に鞍上を変えたシンボリクリスエスは有馬記念も制覇、そして翌年も現役を続けると同じように天皇賞秋、有馬記念を連覇しました。シンボリクリスエス全能ルーでできている、さあ残り200を切った、先頭はシンボリクリスエス、シンボリクリスエス林間全能ロブロイ3番手、さあシンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス先頭、そして林間粘る、林間粘る、シンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス先頭、シンボリクリスエス1着、そして2着に林間。引退レースとなった有馬記念、その差はなんと9馬身、レコードを1秒も更新する完勝でした。シンボリクリスエスが引退した後、厩舎の看板を引き継いだのは全ノロブロイでした。ダービーは2着、菊花賞4着、有馬記念3着に惜敗続きの全ノロブロイですが、クリスエスが引退した翌年は先輩同様天皇賞秋を制覇すると、なんとジャパンカップ有馬記念と秋古馬3冠を達成。シンボリクリスエスさえ成し得なかった偉業を達成した全ノロブロイはサンデーサイレンス3区で初めての年度代表馬に選出されました。この年、2004年まで藤沢和夫調教師はリーディングトレーナーを獲得し続け、10年連続でのリーディング獲得となりました。翌年2005年、長年主戦を務めていた岡部幸男騎手が引退、この時期から藤沢厩舎は G1 の活躍馬が減少、ダンスインザムードの桜花賞以降勝ち星は獲得するものの G1 勝利には恵まれませんでした。ただ G1 を勝てずにいた約8年間、その間も毎年50勝ほどの勝ち星を挙げ続け、リーディングでは上位をキープしていたのは、能力を出し切れない馬が調教師の腕の見せ所と語る藤沢調教師だからこそ成し得たことかもしれません。年齢は60代に差し掛かり、日本競馬で決められている70歳の定年が近づいてきた際、再び全盛期の勢いを盛り返します。その始まりは8年ぶりの勝利となったスピルバーグでの天皇賞秋、すでに4勝を挙げていた天皇賞秋はこの時第150回のメモリアルでした。追い込んでくるのは4番のスピルバーグが追い込んでくる、スピルバーグが追い込んでくる、イスラボニータジェントルオンナ、イスラボニータジェントルオンナ、スピルバーグがまとめて捉えた、スピルバーグゴール。2014年の天皇賞秋をスピルバーグが勝利、重賞未勝利の5歳が現役最多となる天皇賞秋5勝目をプレゼントしました。藤沢和夫調教師にとって弟子の北村浩二騎手、そしてカジノドライブ、ペルーサなど共に多くの挑戦を重ねてきたオーナー山本秀俊さんとの G1 勝利ともあり、喜びはひとしおでした。藤沢厩舎はスピルバーグだけでなく、ソウルスターリングやタワーオブロンドン、サトノアレス、 G1 戦線でかつてのような勢いを取り戻した藤沢厩舎は、とうとう念願だったあのレースでも結果を出します。2017年日本ダービー、藤沢厩舎が出走させたのはレイデオロでした。
ホープフルステークスから直行となった皐月賞は5着に敗れたものの、日本ダービーではアドミラブル、スワープリチャード、アルラインとともに人気を形成。序盤は後方からレースを進めたレイデオロ、スローペースに対応した当時ダービー未勝利だったアンジョー・クリストフ・ルメール騎手はポジションを上げると、3番手で直線へ、初ダービー制覇へ向けスパートをかけます。追い上げはどうか、最内をついたマイスタイル、粘り腰を図ります。横山典弘真ん中ついてレイドオロ、さらにはフィルシアンナイト、そしてスワーブリチャード、スワーブリチャード、残り200、スワーブリチャードと粘っているレイドオロ、レイドオロ、スワーブリチャード、レイドオロ、スワーブリチャード、2頭に連なり最内マイスタイルも粘っている、レイドオロか、レイドオロか、体8分1馬身レイドオロ。ダービーを制した時、藤沢調教師は65歳でした。調教師は70歳で定年の日本競馬、定年を間近にし、やっと取るべき人がダービーを取ってくれた、多くの祝福を受けました。そして2021年、藤沢和雄調教師は最後の1年を迎えています。しかし衰えを見せることなく、ターフへ日々サラブレッドを送り続けています。グランアレグリアは2歳牝馬で朝日杯へ挑戦と、2歳児から桁違いのレースを続けています。かつての待機シャトルのよう、短距離路線では無敵の戦い、残りわずかとなる時間で一体どれくらいの活躍をするのでしょうか。2020年、通算1500勝を達成した記念に、藤沢和雄調教師が日々馬と向き合う美穂トレーニングセンターに、一勝より一勝、そう刻まれた記念碑が建てられました。厩舎を立ち上げ32年、イギリスへ単身飛び込んだ日からはおよそ50年の月日が流れていました。当時は考えられなかった馬と対等に向き合う調教方法、藤沢和雄調教師が築いた日本競馬の新たな基礎は今後も変わらず受け継がれていくことは間違いありません。藤沢和雄調教師の物語はここまでです。皆さんは藤沢和雄調教師のこれまでの道のりについてどう思いますか？どの程度を知っていましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。馬込みでは競馬が好きな方から競馬初心者の方まで、全ての方の馬券適性を調べる馬券適性診断を無料で行っています。無料診断を受けた方全員に競馬の教科書をプレゼントしていますので、そちらもお受け取りください。馬券予想や重賞データ分析なども無料で行っていますので、興味がありましたら概要欄のリンクからアクセスしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。馬込みでした。また。